皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は7月17日月曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。バイオリンもシェイクスピアもテニスも植物も、田辺教授はただ傍らに置いて愛したかっただけなのかもしれない。戦なんてものからは最も遠い存在として、お前の静けさを愛しているんだ。前妻と比べなくていいという意味かもしれないけれど、これ以上踏み込むなとも言われている気がして寂しいな。不思議なことにまだ数回しか見ていないのに、ここでとどまる聡子さんではない気配がするの。ワクワクする。本来の田辺教授であれば、聡子さんに仕事のこと研究のことは言わないはず。でも今日は言えないだった。そのことを知ってか知らずか、聡子さんはわからないと返す。この言葉に田辺教授はどれだけ救われたことだろう。それを静けさというのか。田辺教授は聡子さんのことを愛している。ここにいれば女中さんより先にお帰りなさいを言えますから、自分より先に伊藤に戸隠し草を発表されてしまったこのタイミングでこのセリフは地味に教授の精神を削ってしまったはず。田辺教授にとっての聡子さんは藤丸くんにとってのウサギのような存在なのかもしれないね。奥さんに仕事のことは何も知らせたくない田辺教授と、奥さんとは何もかも共有して助けてもらう万太郎。対照的なんだけど、奥さんに支えられているところは一緒。聡子さんも寿恵子さんもいい奥さんなのよね。教授と聡子さんの関係は見る人によっては温かかったり冷たかったり、最大級の告白に聞こえたり牽制に聞こえたりで、全く違う余韻を残す感じが面白い。ランザニア、小野ランザンの名前をつけることで名門の家として先見への敬意を示すという意地。対して田辺教授は家柄ではなく正規の教育と研究トレーニングを受けた側、本草学対植物学、旧時代対新時代、時代に抗う手段として新世代の象徴ともいえる論文投稿をした伊藤の心中やいかに。田辺教授と伊藤は戸隠思想をめぐって国内で議論したり共同研究したりはできなかったのかなって思う。万太郎と大久保さんはそうすることで成果を分け合ったのに、いろいろな事情があったのだろうけど、日本の固有種なのに外国人に決めてもらっていたことが大きいのかな。田辺教授がマキシモビッチに評価してもらうというところで止まっていたのに、万太郎が大久保さんと組んででも自分たちで命名して発表するということにこだわったのには大きな意味があるね。標本をマキシモビッチに送って命名してもらうのではプラントハンターに過ぎないよな。伊藤はどう見たってもう一人の牧野万太郎だね。ただ伊藤は家の名前に縛られ東京大学から離れるため海外にまで渡ったけれど、万太郎には生来の愛嬌があり、友がいて共同研究者ができてその才を評価してくれる人がいた。実のところその差はほんのわずかだったんだろうね。誰が発表したって花は花という藤丸くんも、万太郎の新種発見と発表の経緯では興奮し、
協力し喜んだわけで、競争や重圧に心折れそうな彼を通して学者の世界の過酷さがわかる。逆にそんな場で草花をこの子扱いしつつ命名に執念を燃やせる万太郎のメンタル強すぎ。好きだけでは続けられない世界だと突きつけられた藤丸くん。何でもそうだよね、しがらみとかいろいろある。万太郎は好きだけで続けられている軽有な存在かもな。藤丸くんは卒業したら植物園の里中先生や野田先生のように過ごせたら幸せなのかな。先生たちもかつては彼のような気持ちに苦しんだことがあるのかもしれない。植物をただ愛して過ごしたかったのかな。このドラマの中には悪人がいないという言い方があって、でもそれは皆善人という意味ではなく、誰しもエゴがあってやりたいことがあって、主人公だってそう。徳永助教授の言い方では、ここは戦場で、藤丸くんはそのことに気づいて耐えられなくて、でも誰もそれを否定しない。爛漫はやはり良い。子ウサギの名前が豆腐と判明。そして雪丸とお餅よりも名札が新しい感じで、時間経過の表現も完璧。先週ご解任の末子さん、姿を見せなかった子ウサギの豆腐、子は埋めますという里子さん、子孫をつなぐということがひたひたと迫ってきた今日の回。生きるってなんだろうね。末子さんが新たな命を宿したことを表した先週の3本のタンポポだったけど、今日は2本の綿毛になってた。嫌な予感がするんだけど、大丈夫だよね。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど、周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなぁと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は、画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。